チビクトリア栃木 SC。 やばい。さあ、それでは今一度ご来場いただきました皆様、見事勝利を抑えました栃木 SC 選手へ大きな拍手をお送りください。選手インタビュー、さらにマンオブザマッチの発表、表彰、各局インタビュー、もちろん勝利の県民歌と続いてまいります。うぇーい、ありがとうございます。最後にサポーターの皆さんに一言メッセージお願いします。
雰囲気の人でしたけど、松江応援と雰囲気を作ってくれたおかげで勝利できたと思ってます。残り試合数少ないですけど、松江応援よろしくお願いします。ありがとうございました。工業スペシャルマッチ青オブザマッチの発表を表彰を行います。もちろんこの方背番号42南野晴美選手。青オブザマッチ泉工業株式会社代表取締役社長石塚康弘様より賞金50万円が贈呈されます。警戒してきた、ロングスローというより白いのが潜られたというところがちょっと残念だったなと思います。ただ選手がカードを変えるたびにどんどん、チームが変化していったという内容になります。また、スタンドが、ね、すごく近くて、サポーターの熱量というのが後半の時に伝わって、パルミナーの切り返すことなくもう一つ厳しいところに潜れるとか、そういうプレーにつながったんではないかなと思っています。この勝利を、ね、次につなげられるように、しっかりまた進めていきたいと思います。やはりここグリーンスタジアムの声援非常に力になったんじゃないでしょうか。そうですね、相当なりましたね。ちょっと入りが悪かったんで、やっぱり後手組で選手は力入ってるんですけど、なかなかうまくプレッシャーかかるけど耐えられる場面が多くて、そういう意味では
カードを切りながら徐々に変化していったっていうのは選手の強い気持ちだったりサポーターだったり一体感になるこのスタジアムっていうのは素晴らしいなというふうに感じました。先制されたところからのこの試合終盤の逆転劇、今後の残留に向けた試合にも生きてくるところたくさんあるんじゃないですか。ですね、少し攻撃を受けてレバーに行きましたけど、ちょっと強くなりました。続け強く戦え、どこまでも突き進め、ララ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 ラ俺らの誇りと地位、熱く強く戦え、どこまでも突き進め、ララ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 ラ続けるようにもう一度頑張ります。引き続き八重応援よろしくお願いします。ありがとうございました。小林慎二監督でした。
して誠にありがとうございました。皆様のご来場を心から感謝申し上げます。お帰りの際はお足元を地球に行っている場所です。Thank you.